AKB48 の滝高代子、23、が、新型コロナウイルスに感染したことが19日、分かった。グループの公式ブログで発表された。国内6つある48グループのメンバーが、感染したのは初めて。運営は、7月9日木曜日に 37.2 度の発熱、翌7月10日金曜日には平熱に戻り、自主的に外出自粛、他者との接触を避けておりました。7月11日土曜日より、味覚と嗅覚に違和感を覚え、7月18日土曜日に PCR 検査を受診。本日7月19日日曜日に陽性であることが判明し、本人より弊社に報告がございましたと経緯を綴った。滝田は現在自宅療養中。発熱、倦怠感等の症状はなく、味覚、嗅覚の不調も収まっておりますが、保健所の指導に従い、明日7月20日月曜日より入院、治療を行う予定ですとした。4月以降は、リモート配信を中心に自宅で活動を行い、外出を伴う稼働はなかったというが、7月2日木曜日にプライベートで AKB48 チーム4メンバーたちや新姫宝と接触していることが確認されました。登録に関しましては、現時点で体調の異変は確認されておりませんが、自宅にて待機しております。今後、保健所の指導を仰ぎ、必要に応じて PCR 検査を受診する予定です。滝田及び田しけと当月内に接触したメンバースタッフはおりませんと説明した。2人は運営会社と AKB48 劇場には立ち入っていないことから、その他の AKB48 メンバーの活動や事業活動につきましては従来通り継続させていただきますとし、引き続き保健所など関係各所と連携し、今後一層の感染予防の意識の強化や指導、社内外の感染拡大防止と業務にあたるメンバースタッフの安全確保に努めてまいりますと結んでいる。